あなたが作りたかったあの世界、それを一瞬で形にできるとしたら、ホロ AI なら想像のまま映像になる。しかも画像も動画も全部一つでできちゃうよ。さあ AI の力であなたの表現を加速しよう。はいはい、本日はあらゆる AI 画像や動画ツールを一つにまとめた最強のオールインワンプラットフォーム、ホロ AI を使って動画を作るやり方を一緒に見ていきましょう。ホロ AI はあらゆる AI 画像&動画ツールを一つにまとめたオールインワンプラットフォームとなっていて、有名な動画生成サービスのクリング AI やベオツ、ランウェイなどのサービスをホロ AI 上で使うことができちゃいます。さまざまなサービスが乱立する AI 戦国時代において、どれを使えばいいのか皆さん戸惑っちゃいますよね。でもでもホロ AI なら全部ここで OK。いちいち他のサービスに行ったり来たりする手間も省けて、作業効率も爆上がりです。そんなホロ AI へのアクセス方法は、ブラウザを立ち上げて検索窓にホロ AI と入力します。これですね。アカウントを作ったら、ここから言語を日本語にしましょう。これで準備 OK です。そしたら早速動画生成をしていきますね。動画を作る方法は大きく分けて2つあります。1つはテキストを動画化するテキスト2ビデオ。こちらはどんな人物、はたまたどんなオブジェクトがどんな場所でどんなシチュエーションなのかという説明をプロンプトとして書き込みます。するとあなたの書いたシーンをあなたの書いたプロンプトに沿ってAI がハイクオリティな動画として生成してくれます。テキスト2ビデオの特徴としては、バチクソ綺麗な画質の動画が生成できますが、生成するたびに同じ人物やオブジェクトを作ることは難しいので、一貫性のある映像を作るのには不向きとなります。特定のキャラクターなどが登場しないシーン、例えばつなぎの背景描写のシーンや、一貫性を必要としない映像コンセプトの生成に向いていると言えます。そしてもう一つの方法として、画像から動画を作るイメージ2ビデオというものがあります。こちらはあなたの用意した画像を最初の一コマ目として、あなたの書いたプロンプトを考慮して動画として生成してくれます。一貫性のある画像さえ用意することができれば、キャラクターの特徴などをキープしたまま映像化することができるので、アニメや物語などの特定のキャラクターが登場する作品の生成に向いています。それから使用するツールによってはエンドフレームの画像を指定することができ、最初の一コマ目と最後のフレームの画像を指定することによって生成する映像の一貫性をさらに保ってくれます。それではまずはじめに、画像から動画を作るイメージ2ビデオを使って、今回私の作ったミュージックビデオの映像の生成風景を一緒に見ていきましょう。まずはこの画像を使ってギターを演奏するシーンを作りたいと思います。使用するモデルはクリング AI を使いますね。ここの画像というところに動かしたい画像をアップロードします。アップロードした画像は倍率やアスペクト比を調整することができるので、事前にクロップなどの作業をする必要がないので便利ですね。今回はこのまま使用しますね。ちなみにクリング AI は先ほど紹介したエンドフレームに対応していますので、終了フレームを追加オンにして同様に画像をアップロードすることができます。この機能を使っても追加コストはかからないようですよ。画像をアップロードしたらプロンプトを入力します。ここではどんな動きをさせたいかなどの説明を書きます。でも特に書かなくても AI が勝手にアップされた画像から推測していい感じに仕上げてくれるので、今回はギターを弾く女性、ライブハウスだよということをおまじない代わりに書いてみました。動きはクリング君に一任します。それからプロンプトは基本的に英語で書いた方が良い結果になりやすいので変換しましょう。ガチガチの完璧なプロンプトを書きたい方はディープシークなどに考えてもらうと幸せになれます。クリング AI では標準モードとプロフェッショナルモードがあるので選択します。標準モードでは720ピクセルの解像度となり、エンドフレームの機能が使えません。
プロフェッショナルモードではコストが2倍になりますが、1080ピクセルの解像度に上がりエンドフレームが使えます。つまりプロフェッショナルモード一択です。即効性という項目はプロンプトに従うの方にゲージを傾けるほど、あなたの書いた指示に忠実に生成してくれて、もっとクリエイティブにの方に寄せればクリング君が勝手にいい感じに仕上げてくれます。私はいつもクリエイティブにちょい寄せで生成しているのでこんな感じ。動画の長さは目的に合わせて5秒と10秒で選択します。今回は切り貼りして使う予定なので10秒で生成しますね。ネガティブプロンプトというのは、生成してほしくない要素をここに書いておけば極力排除してくれる機能となります。公開可視性という項目はエクスプローフィードに公開するかどうかのチェックになり、オンにすると生成されたビデオはここの探索するという項目から一般公開されます。さらにコピー防止をオンにすると公開されたあなたの作品に表示されるプロンプトを隠すことができます。作品はみんなに見てもらいたいけど使用したプロンプトは教えたくないなという場合はオンにしましょう。説明が長くなっちゃってごめんね。準備ができたら生成するをクリック。これでちょっと待ってれば映像に変換してくれます。今回はエンドフレーム不使用での生成だよ。それでも顔が別人になるみたいなことはなさそうだね。クリング以外の生成モデルも使ってみよう。まずは Google の Veo2 での生成。このモデルは群を抜いて綺麗な映像が生成されるけど、コストがバチクソ高いのでここぞという時にどうぞ。次は Pixverse での生成。Pixverse ではこのようなスタイルを選ぶことができるよ。アニメ映像にしたい場合とかに嬉しい機能だね。このモデルもかなりいい感じに動いてくれるよ。最後にランウェイの Gen4 での生成。ランウェイは比較的動きがつきにくい印象だけど、Gen4 の登場で改善されてきているらしいよ。今回のシーンではこんな感じ。それじゃあさっき生成したこの動画をどうやって使うのかってところに行ってみよう。作った素材を動画編集ソフトに配置します。今回の素材は10秒だね。このままでもいいんだけど、もっと躍動感をつけたいのでカット編集していくよ。いい感じの動きの部分をカットして曲に合わせてはめ込んでいきます。場面の切り替わりにトランジションっていうエフェクトを入れて迫力を出してみよう。入れすぎかなとか考えないで、好きなものガンガン入れた方が楽しいよ。ここが一番楽しいところだから、ぜひチャレンジしてみてください。最終的にこんな感じになりました。次は画像生成について見ていきましょう。なんとポロ AI では有名なフラックスやステーブルディフュージョンなど、今をときめく生成モデルの多くを使用することができます。同じプロンプトを使って気になるモデルを使ってみましょう。今回は動画で使用した画像のプロンプトを入れて生成してみますね。要約するとこんな感じのプロンプトを入れてみます。まずはフラックスプロウルトラというモデルでの生成。じゃじゃーん、なかなかいい感じのナイスガイが生成できました。ヘビメタが似合いそうですね。次はイマージン3で生成してみましょう。じゃじゃーん、受ける。次は噂のリクラフト。画質がいいですね。最後はアイディオグラム。特にフラックスやステーブルディフュージョンでの画像生成は初心者には敷居が少し高いツールなので、ぜひ簡単に扱えるポロ AI で試してみてくださいね。さらにポロ AI には面白い特化ツールもいろいろあるよ。動画から動画へ変換する機能や特定の画風のアニメ動画への生成、
中でも AI ビデオエフェクトは豊富な種類を取り揃えていて必見です。気になったものをいくつかご紹介しますね。じゃあ最初に AI キッスを試してみましょうね。 AI キッスを選択したら、キスさせたい人物の画像を2つアップロードします。タイプというのがあるので、一般的なキスかフレンチキスか選びましょう。ここはフレンチキスを選んじゃいます。なんか音楽もつけられるみたいですよ。準備できたら生成をクリック。うん、これはのび太くん涙目。生成コストが低い関係で画質が良くないので、このままアップスケールしましょう。ここのアイコンからお好きなアップスケールを選択するだけです。4K にしちゃいます。ノイズ除去やフェイス特化のディテールモードなどの機能も充実してるよ。バチクソ綺麗な画質になりました。次は AI による性転換動画ジェネレーターというエフェクトを使ってみましょう。性別を入れ替えるエフェクトですかね。受ける。最後に AI 足つき暴走というエフェクトを試します。これは機械の足が生えて動き出すという面白いエフェクトです。いろいろな画像をメカ足にしてみましょう。便利な機能としてポロ AI ではコミュニティ機能が充実しています。ここの探索するをクリックするとエクスプローページが表示されるよ。エクスプローページでは他のユーザーの動画作品が見られちゃう。気になる映像をクリックすると、使ったツールやプロンプトなどの生成時の情報も見ることができます。まずはここで他の人の投稿した作品を探索して、気になる作品のプロンプトや使用ツールを参考にしてみるのもいいね。でも自分の作品は公開したくない。それならコピープロテクトをオンにすれば大丈夫。誰にも見られず自分だけで管理できるのも安心ポイントですね。では最後にポロ AI の料金体系を見ていきましょう。まずはポロ AI を試してみたい方は無料プランから始めてみましょう。20クレジットがもらえ、最大2つの動画と20枚の画像を作ることができます。毎日チェックインすることでクレジットをもらえるので、チェックインしましょう。そして気に入ったら有料プランの検討をすると良いと思います。有料プランから複数タスクの同時処理や透かしなしでの出力など、様々な機能が使えるようになる仕組みとなっています。またプロプランでは利用するクレジット数に応じ細かくプランが分かれているので、利用状況に応じて選択することができます。あなたの生成ライフを効率化してくれる究極のオールインワンプラットフォーム、ポロ AI の紹介でした。